ギャナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは、ソード仮面ライダーリバイス&セイバーからこちらですね、ロードオブザワイズのハイランダー。今日はこのハイランダーをやっていきたいと思います。ロードオブワイズのハイランダーですね、今日はこの真ん中のを作っていきたいと思います。でそちらのシールを貼った状態まず見てもらいましょう。A セット、B セットは、前回のクオンと同じなんですけど、今回オプションセットの中で使うのが左肩とこの大釜ですね。これで、ハイランダーが完成となります。ロードオブワイズのハイランダー、ついに完成しました。このパーツだけ見ると、左肩だけですね、クオンと違うと比べてみた方がいいと思うんですけどね。クオンが標準として見ると、ハイランダーは左肩がピンク色になります。そしてなおかつ武器をつけていくとこうなります。オプションパーツセットの中の、大釜をつけての、ハイランダーですね、こういう形になります。でかい、とにかく武器が大きい。うん、これでハイランダーが完璧に完成した形になります。それではバスターとでかい武器対決ですね。バスターの武器も結構大きいですからね、いい感じの組み合わせになります。圧倒的な強さでバスターを圧勝いたします。前回、紹介しましたクオンと合わせてハイランダー、これで、ロードオブワイズ2体になりました。あと2体完成させるまでは、スランド一つ一つ並べながらやっていきたいと思います。本日はハイランダー完成したので、その動画をお送りさせていただきました。ツーショットもなかなかかっこいいですね。早く4つ並べていきたいと思ってます。以上でございました。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。